ハムちゃんには新しい車を買ったこともまだ言ってないし。お。はいどうも。はい。アナハムチャンネルのアナと持ち村です。はい。すいません、今日はチャンネル時代に来ていただいて。いやいや、とんでもないです。先日は。はい。何してんすか。頑張りました。いや、頑張りましたないです。何してんすか。すいませんでした。いやいやいや。失礼されました。いや、失礼されたらこっちっすね。はい、もういいんですけどね。で、あの時さ、はい、あの、まあ、車種も言ってなかったんだけどさ。そうよ。まあ、車種は、まちゃめちゃの次の動画で公開されるとしてさ。うん。アルファードどうなったんや。そうよ。今回は、それについて、お話ししていこうと思います。うん、あ、ついに。そう。まあっていうかもうタイトルがさ、いろいろ考えた結果嫁に黙ってアルファード売りましたっていうタイトル事件まあ結論分かっとんですけども、まあ、もうその経緯とかね、そうやね、どういう流れでそうなったのかとかいうところをお話ししていこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。あー、レッツラゴーなんですね。そうなんですよ。おっ、どっから話せばいいかな。持ち村は何知っとる。俺が知っとんのは今アルファで売ったって事実。一から説明すると、うん、まあ、まずね、ハムちゃんには新しい車を買ったこともまだ言ってないし、アルファードを売ったこともまだ言ってません。以上です。あ、違います。違いますか。はい、はい、僕が一応知りたいのは値段なんで、あ、値段、最後に値段お願いします。あ、最後に分かった。うん、まずね、俺は1997年の2月1日に生まれてきたよ。あ、1からすぎます。あ、ほんま？話してほしいところからで言うと、うん、じゃあなぜね、アルファードを売るっていうことになったかっていうところ。まず、俺アルファードがリセールイ、リセールイって散々言おうとした。そうです。設計を売る間に、もしかしたら今後アルファードのリセールが下がるかもしれんみたいな。アルファードが今めっちゃ売れとるけ、将来的にアルファードが出回りすぎたらさ、はいはいはい、多すぎて売れんくなって、ちょっと相場下がるんじゃないかみたいな分とかあってね。そういうのもいろいろあって、俺は今の俺のアルファードっていくらで売れるんじゃろっていうのは気になったわけよ。なるほどね。きっかけはそこから始まりました。はい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 。で、調べた時に予想外に良かったのよ、やっぱりリセールが現段階でってことね、うん、そうで、あ、これもしかしたら、うん、ワンチャンわらしべ長者じゃないけどもアルファードとなんかの車ほぼ追い切りなしでいけんじゃないかっていうのを思ったわけよ。で、ちょうどねゴリリンさんのあ、ちょうど売ってあったで、俺あのデザインも好きだったし、新しいプラットフォームの走りも結構好きだった。うん。確かに欲しいなって思うって。言ってましたね、ずっとね。そうそうそう。うん。で、その気持ちがあって、ゴリリンさんに相談したんよ。なるほどね。ゴリリンさん、アルファードと交換してくださいよ。なるほどね。そう。多分無理なんだろうなって思ったんだけど、マジって言われて。うん。え、それ多分いけるよ。ちょっと調べてみるねみたいなこと、俺冗談でそうなったら嬉しいなぐらいでもほぼ無理だろうなっていう気持ちで言ったんだけども、うん、はいはいはい、じゃあいけるかもよみたいな、うんうんうん、第一発生がっていうところで、うんうん、まあ、そっからですよ話は。なるほどね。むしろ俺がちょっと損するかもしれんよっていうのも言われたよね。リセール的にはやっぱアルファードって強いらしくて、まあまあまあ、もしかしたらまあここでまあ仮に変えた時にまあ半年後どっちが高く売れるかってなったら、もしかしたらアルファードの方が残っとるかもしれんし、うん、みたいな、うんうんうん、まあ、それはまあ今後吹くかもしれんけ新型が、うん、まあ、分からんのんじゃけども、まあ、そういうリスクはあるけ大丈夫なんていろいろ念を押されたんよね、うん、でもまあ俺的には追い金ほぼなしでさ新しい車に乗れるっていうのもまあ嬉しかったし、確かに、まあ、かつちょうどいろんな車の城第100弾が控えとって、100弾何取ろっかなっていうのも考えてる時期でもあったよね、うん、でまあそういう話があって、まあ、ちょうどおこれ新しい車に乗れて嬉しいし第100弾記念に購入しましたって突然やっても楽しいだろうなってなるほどいう思いがそこでパッと出てで今回思い切ってじゃあお願いしますっていうことでお願いしてきました。なるほど。だとじゃけまあほぼちょろっと払ったぐらいプラスで。なるほどね。そうそう。じゃけまあ前回モッチーが大丈夫ローンみたいな感じで、うん、結構酔ったけどもなんなら変わってないんよお金払う額とあいやほんまに損してないってことね。じゃあそれ伝えればまあまだ大丈夫だと思うよハムちゃん。そうそうそう。うん、実質ね、うん、アルファードいくらってことになるんだろうか。まあアルファードその辺の相場くらいですよっていう感じでアルファードとをパッと入れ替えてアルファードありがとうございますってした感じですね。なるほどな。でけえね、アルファードですごいここがあれだったけ乗り換えたとか、うん、っていう理由では今回ないですね。うん、でけえね、いやもう新車ではないよね一応、まあ、新車だったらもうちょい待たんにいけんしね、うん、そういうからくりがあったと。
それはもういい買い物だったんじゃないですか。うん、もう知らんけどね、俺はハムちゃんがどうなるか知らんよ、うん、ほんまに俺は怖いけかかりたくないんだけど。怖い、いや多分ハムちゃんほんまに怒ると思うよ。だってアルファード大好きやったよ。ああまあそれは間違いない、うん、でも一つ難点よ。おお、難点あるんや。すごい良かった、うん、ハムちゃん酔うって言った。あ、そうなん。もしかしたら新しい車は酔わんかもしれない。じゃあ話が変わってくる。そうそう、じゃけまあ一応そういう手でハムちゃん酔うっていうのを言うときちょっとどうしようかなって考えに考えた結果、ちょっと頑張って買ってきましたみたいな感じで持っていこうかなと思ったお。あとね、踏み切れた理由が、うん、まあ、まず第100弾っていうのもあったし、まあ車俺ら乗り換えたらまあいろんな動画撮れるけすごい嬉しいっていうのもあるんだけども、まあもう一つ懸念点がアルファードは、まあ、まあ普通に俺がファミリーカーとしても使っとったし、まあ、やっぱりそのボクシー以来のスライドドア買ってみて、スライドドアの便利さっていうのすごい感じ取ったし、俺らさちょくちょくさベンツ S クラスでもさ、まあ、会長も一緒に乗って、はいはい、まあ、移動したっていうのはまあ何回かあったよね、うん、その中で確かにスライドドアよりかはあれだったけども意外といけんなって思ったよしかもあのデカさでまあそうやね、うん、じゃけもうある程度その乗せ下ろしのあれとかも分かっとったけ、うん、できたっていう、まあ、ちなみにまあそれは俺が乗せ下ろしするけじゃけどね、まあまあまあ、今回の新しい車も結局まあハムちゃん運転線のハムちゃんミニがあるき、あ、はいはい、でハムちゃんが会長とどっか行くときっていうのは絶対この車で行くことになる、まあ、基本乗せ下ろしが大変なときは、うん、俺がおるけ俺がやればいい前提、まあまあそうね、でまあ俺ができたらよかったっていうのがあったけ行けたっていうのがあります。あ、ね、確かにそうよね、うん、もし怒った場合は、うん、その辺の兼ね合いとかも全部言って、うん、そう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 、納得して動画終わらんにゃいけんってことね。そうそう、まあ言わんけどね最初はあえて分かっとるよ、飲みたいけおいちゃん何のおろいけね、悪いね本当。いやなんかこういうアイデアだけはひらめく、ね、いや本当でもまあうちは助かってますけどね。いや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 、はい、じゃあまた来月もやろっかな。いやもう別にあのあらくんがいいんだったらいいんじゃない。いやあのね俺これ結構味しめとるのがわらしべ長者だったらいいんだよ。わかるよ、車買い替えるのでもさお金かからんかったらいいんよ。そんなの、そういうことよね、足しで払わずにどんどん新しい車にこう乗り継げるってわけじゃん。まあそうだね、ちょっと俺それどこまでできるのかなって気になってるし、最後はボロボロの軽自動車とかになっちゃう。ああ、損してんな。まあ少なからず絶対損はするけどね。まあまあまあ、そうやけど、なるほどね、はい、まあいう感じでね、ほんまにいろいろ考えて嫁に黙ってアルファード売りました。結局そこまで考えてないと思うけどね。それ言ったらいけない。ああ、うん、それし結構まあ、うん、人によっては浅はかな感じ。ああ、まあ悪く言えば浅はかよく言えば即断即決速行動、うん、行動力、ね、行動が早い、うんうん、相当よく言ってですけどね。相当ね、うん、まあこれが吉と出るのか、はい、京都出るのか、はい、っていうのはハムちゃんの反応次第っていうこと。だからもう新型 NX を買えだとか新しいランクルを買えだとかっていうのは、うんうん、今月はやめてください。ああ別に今月は言ってないんだよ。あ、ほんまに。いや逆にあの、うん、あんだけいいいいって言っとって、うん、買うっていうもう見立てはつつっとっていいと思うよっていうだけの話、うん、でそれで買わんかった結果論とかどうでもいい。その過程の上でもう買いますって言っとる人の方がかっこいいよ。ああ買いますって言ってしまったら買わんかったら詐欺やん。それは後の結果論はやっぱり努力がその身になるもんだよ。まあそうよね。じゃあ買いますっつってもう死ぬほどもうケツから血が出るぐらい働けってことよね。そういうことよ。そうだね。まあそこまで考えてないけどね、今思っただけだけど。あ、なんやねん、あんたも浅はかやないかいまあいう感じで今回は、アルファードをちょっとね売った経緯についてお話しさせていただきましたと、はい、今更だけどさ今になってちょっとドキドキしてきた。なんでなん、まあ、まあまあなんだろう、最初に言うともう直前になったらやっぱなんかドキドキ感ってあったりするし。わかるよ、うん、まあちょっとお餅やばくなったらまた連絡するちょっと来てもらってやめてよ。あ、ほんま、いやよ俺関与せんって言ったけん。あ、ほんま、うん、次回持村餅を、はい、あの社長金欠になって出荷されるでお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございました。いやわちゃめちゃやんこれ、わちゃめちゃやん。じゃあけど次回やるんじゃって言ったんや。あ、まあでもちょっとあれだけ言ってみよう。あ、ほんま、じゃあけど俺は結局そこにあのそこでモッチーが別に
誰か飼育されてる豚やって言ったらそうよね、じゃあ飼育物だと思われてるってことでしょ。考えはもうそれは侵害ですわ。ごめんね。いいよ、